年貢割付状は江戸時代の文書。江戸幕府や諸藩の大官などの領主権力が領有する村単位に年貢を割付けた徴税令書で村単位に出された。別名を、免状、年貢か納め割付状おとりか、年貢字切り手形、年貢割付、免証目録という。近世には領主権力の確立に伴い検知によって存落が把握され、 村高に基づいた年貢徴収が行われた。年貢は村単位で付加されたため年貢割付状は村に対して当てられ、徴収、納税事務は村役人が代行する。ただし年貢割付状は儀礼的な意味合いも強く年貢徴収を知らせる例書は会場により事前に通知される場合もある。通常はまず村高、村名を知るし、 次に書引期を差し引いた免除口、控除口を記し、それに対する年貢口が記載された。さらにこれに小物なり高や運上高、高掛物などの海域を合算して納入すべき、米線の高を記載し、末尾には年と担当大官名が記される。領氏は縦紙の継紙などが用いられ、百姓の所有する田畑の多さや、 所有形態によって長大な文書にもなる。年貢割付状は村役場文書として帳箱などに保管され管理される。年貢が納入されると領主は領収書として年貢開催目録を発行し、分納の場合には小切手が発行された。年貢割付状はおおむね秋頃から発行されるが、気象や法教により変動し、開催目録の発行も翌年以降に持ち越される。 こともあった。なお、割付状は、収穫量を確定してから発行するものと、予想量を算出して発行し、後に調整するものの2種類があったとされる。半量における発行者名義は、基本的に、領域支配を担当する部業や軍代、軍部業などの名義であり、反省や時期によって異なる。年貢割付状は、領主支配や、農政士や村方の様子、書式による、 時代的変遷や発行時期から、気象や作柄、共作や自然災害の影響など近世社会の諸事情を伺える資料として活用されている。また、山本栄治は、年具割付上の書式から慶安お触れ書きの成立時期を考察し、大藤治は村方における文書管理のあり方について論考し、荒井栄治は、書式の変遷から、 幕末移神期の社会的変化について論じている。普代大名で、過労の補佐役として、奉行職が存在する越後長岡藩においては、前所領において、税率を剣役人や、大官の意見を記して確定した上で、奉行の連署で発行された。上皇2年からは、奉行や、相関上州の作成した割付状を過労数名が、監査する方式を取ったが、 明暦2年には文様のみの連勝に復した。ありがとうございます。